여러분 안녕하세요. 쿠키 커플의 꾸꾸이꾸입니다. 김경식입니다. 핫! 여러분들께 좀 말씀드릴 것이 있어서 동영상을 켜게 됐습니다. 우선 결론부터 말씀을 드리면 저희는 헤어지게 됐습니다. 완전히 헤어졌다는 의미는 아니고요. 제가 지금 워킹홀리데이 비자로 일본에 있는데 이 비자가 다 끝이 나서 제가 이번 달 말이면 한국으로 돌아가야 돼요. 다시 장거리 연애를 하게 되었습니다. 그리고 난 까나시다 이것도 알아듣고 もともと 5月に ビザが終わる予定だったじゃん。 でもめっちゃラッキーなことに 半年延長してもらったじゃん。 その時には いやもう11月やったら もう終わってるでしょ。 余裕でよっしゃってなってたのに。 진짜余裕。まだだよ神様本当に。最近インスタライブとかしながらみんなとちょっと話を聞いたら 휴하게 잘해낸 커플을 보듯이 別れた 커플을 보듯이 이츠 코로나가 終わるかな 知らないからね. 半年延長っていうのだけでも贅沢な悩みだから 長く会えない人たちもいるので そんなに無理を言ったらいけないのはわかるんですけど やっぱり嫌だね. 嫌지. 2冠 커플로서의 시련だから 頑張って遠距離しましょう. 이요. 負けないぞ. できます?え?あの、負けないでしょ。スルポよ。スルポ見ちゃっすよ。本当に。ああ、皆さん、助けて。もう 지금 현재 저는 이제 비행기 예약을 다 끝낸 상태고 제 짐들이 이제 택배로 대전으로 보낸 상태예요. 별로 이렇게 와닿지는 않았었는데 진짜 이런 거를 조금씩 하니까 그리고 이제 택배를 딱 보내고 나니까 어우, 진짜 이게 뭔가 좀 직감가네? 어. これは結構きますね。同棲してる人たちが一回離れるっていうのは難しいと思うよ。確かに。私たちはとこれを勝ちますからね。まあ長い人生の中の何ヶ月かって思ったら、後でいやもう毎日毎日コリゴリだけどさ、あの時会えなくて寂しかったよねって笑えるぐらいの。話は上手ね。本当。ベッドではめっちゃそんな話。何ベッドでは。何いいのかベッドでは。じゃあ寂しい。あそうね。 또これ動画撮りましょうってして何回みんなが見ましたそれが2900万人見ましたよ。一人一人ありがたいなって話したいね。 앞으로도 영상이 더 올라갈 것 같은데 그 영상들도 재미있게 봐주시면 감사하겠습니다. もともと 1년半 遠距離してたじゃん。どうやって過ごしてたかなと思って本当に嘘ですってこれがドッキリであってほしい。なんか帰ります嘘ですみたいなの今めっちゃキレしてる。진짜 뭔가これ悲しい言葉だな。あれ? 演技 上手だな! じゃあ遠距離で最後サミン仕様して終わりたいと思います。ちょっと待って。じゃあ金魚さんチャンゴリチャン。チャンジョリムン。チャンゴリゴ。こんなけ。チャンゴリリ。ジェミケマジソさん。感謝합니다。いい。